の裏側を楽しんでいただけたらなと思います。はい、20件ぐらい聞いて、え、何、うん、スタンプ11個ぐらい聞いて、あとね、あと大阪城俺に言わしてるアクセサリーが入ってましたっていう
分つけてないし、入るはずないんですけど、多分なんかそれを聞いてみたらスタッフさんに、なんか目がキラキラしててなんか宝石が入ってるぐらい、うん、なんかキラキラしてましたっていうのを伝えてくれたみたいで、使い方かわいい、かわいいね、すげえ、かわいいね、みんな温かいね、やっぱり、ね、元気出ちゃう、うん、じゃあ続きまして、今日そうですね、僕は、板垣リヒト、リヒちゃんですね、おぉ来てくれまして、もともとなにわ男子大好きだったんで、なんか感想とかをもうめちゃめちゃ言いたいことあるから、とりあえずご飯行って全部言わしてみたいな言われて、まだ今行けてはないんですけど、なんかそれこそ、で、ミッチーが大好きすぎるんで、とだからミッチーと早くご飯組んでほしいですって言われてるんで、でも俺、この前行ったけどな、リヒちゃんと、あれ行ったらしいですよ、でももうずっと無理って喋られへんみたいな、夢の国行って2人で満喫して、もう割と距離も近くなって慣れてきた頃なのに、まだそうやってんのリシャ、いや割とし連絡来るんですよ、でも2人じゃちょっとまだちょっとや、いやいやいや、じゃあ一旦大橋挟んどいて、一旦橋休めみたいな、橋休め、大橋休めおどうぞ、おおそうだ、大橋休め、大橋休め、いいね、大橋休め、出そう、出そう、僕、お母さんとお父さんとおばあちゃんが来てくださいました。いや、みんなこうやって感動したとか、めっちゃ良かったよって楽しかった、お母さんだけ20件ぐらい来て、え、何と思ったらスタンプ11個ぐらい来て、普通に感動してありがとうね、ほんまにあの来て良かったよって、まあ、3、4件来てて、他はほんまにスタンプ、ほとんどスタンプやって、へぇ、その同じスタンプ、うん、全部違う、チューしてたりとか、ハートいっぱい浮かんでたりとか、めっちゃ好きやん、ばっか、ラブラブやん、だから、嬉しかったからありがとう、ほいって送っただけ、ありがとう、ありがとう、ほいはいじゃない、俺、なんかほいみたいな、家族で言いますと、僕、おじいちゃん、おばあちゃんが大阪来てくれて、その時に、いや、だって、俺言ってなかったのよ、メンバーに言ってなかったけど、ジョー君から、さ、うちは、手作りうちはさ、大悟の何、おじいちゃんおばあちゃんね、聞かれて、でそのおじいちゃんおばあちゃんが用意してくれたのが、うん、天才校って言われたでさ、かわいい、何かもと違ってさ、やっぱ達筆なんだよ、天才ほんとかね、ほんとかなんか天才校って言われる、天才校みたいなおじいちゃんがやったのかな、そうそうそう、でも喜んでた、それはもうで、みんな家族来るとき言ってくれるよでも言ったら言ったでさ、いじるやん、いじったいじらん、ジョー君がさ、いじるやん、だってあっつーのさ、それこそ親御さんが来てるときさ、 MC のマジ出たもん、出た、でもスタッフさんがね、気利かしてカメラとか映したらよかったね、いやいや、気利かしてバカやん、バレるバレる、あ、おはようございます、大橋の母です、マイク渡すね、で、お父さんが、あ、大橋の父です、やったね、本郷さんがヘッドセットやから来てね、めっちゃ守るのよ、親紹介した時に親ヘッドセットやから来てね、何十年後かにはありと思う、ありよ、なんか俺ら逆事業参加みたいな気持ちになるよ、どんどんどん恥ずかしくなってくる、じゃあ続いてのテーマ参りましょうか、はい、続いてのテーマこちら、大阪城ホール横浜アリーナあるある、おお、何やろ、いっぱい出てくるんじゃん、こんなのアリーナあるある、さあ、書けましたかね、はい、じゃあ逆に大橋さんからいきましょうか、はい、僕、やっぱ女王といえばこれでしょってやつ、あー、いいね、もう一回やんのよ、色あんの、はい、え、香りました、あもう関西人スタッフ、たこ焼き作りがち、そうしかもさ、スタッフさんさ、座って、その、たこ焼き作るやつで、ずーっと作ってくれてるんですよ、まんまでね、さっきから、まんまで、まんまで、まんまで、どうしてからまんまで、たこやってみよう、たこ焼き屋やったくん、たこ焼きのために呼ばれてるスタッフだから、ガチでめっちゃ作ってくれてるの、そうそうね、いや、めちゃくちゃ、ずーっと毎回毎回作ってくれてる、大変やなと思って、すいませんと思いながら、でも食べちゃうんだよね、おいしい、絶対食べる、いや、おいしいのよ、おいしいもんね、せーの、おいしい、公園ごとに食べてるかもしれない、そう、だからたこ焼きおいしいよな、おいしい。たこ焼きを食べてます、たこ焼きね、美味しいね、だってジョーも作ってないと思う、そう、俺もね、昼公演と夜公演の間もう何しようかなと思って暇すぎて、俺たこ焼き作りますわって言ってたこ焼き作って、で、その時にミッチーもなんか台本を覚えてたから、じゃあちょっと読みながら俺たこ焼き作るから見といてって言って、ずっと作って、ミッチー今作ってんねんって、どうです、全然集中できん、そらそうや、セリフ覚えられない、そらそうやな、俺マジで作るのうまかったよ、リュウセ、
めっちゃうまかった。なんかね、今からたこ焼き焼くぜって呼ばれて、あ、分かったっつって、一応なんか動画撮っとくわって言って、途中で飽きてなんかどっか行っちゃった。飽きたい。最終的にはなんでこれ。で、一人で撮ったらできたべたこ焼きできたね。全然みんな聞いてくれへんね。悲しい。気づいたら大橋がドライヤーやってるから、そりゃ聞こえへん。ごめん、美味しくしたくなる。まあ、たこ焼きはあるですよね。はい、じゃあ続きまして、僕の情報で、大浴場です。はい、頑張りました。いいね。あ、お、情報の湯船最高。最高。これね、いいのよね。シャワー室と別に大浴場なんですね。結局、横浜アリーナはシャワー室だけやもんね。だから、広い場がちょっとあるのが情報量。いいよね。そう、使えるのがいいよね。使えるのがいい。ちょうどいいね。今年はやってんけど、去年とかはさ、誰が一番懐かしい歌を歌えるか選手権やってたよ。ハイホーとか歌ってて。ハイホーとかね。ライバルとか歌って。懐かしい。やっぱ風呂って楽しい。楽しい。響くし、めっちゃ広かったら楽しい。合宿みたいな。そう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 。でね、マネージャーさんが、あと5分ですよみたいな。はーいとか言って。楽しい。楽しい、わかるわ。あの時間いいですね。いいです。はい。結構かぶってましたね、今。かぶってますね。じゃあ続きまして、リズ。大阪城ホールあるあるなんですけど、関係者がほぼ親目線。ああ、せん。もう、どこ行っちゃうの、こんなとこか、ほんま。ほんま、ほんまの顔を見てて。もう、こんなとこに行って、もう、おい、こら誰か想像つくわ、ついたわ。こう、デビューする前から、お世話になってスタッフさんとかも。ほんとにこう、なんか毎回パン作れる、ね。いるね、いるね。助かってます、差し入れ。ありがとうございます。差し入れパンツあげたよ、そう。俺らライブ終わってからね、パンツとか履き替えたりするから、めっちゃ嬉しい。しかもさ、ちゃんとメンバーカラーにしてくれてるから。そう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 、ありがたいよ。俺もなんか、真っ赤なパンツばっかりやね。俺真っ青。じゃあ続きまして、ケト。はい、僕横割りなんですけど、横割りで、あの過去に公演していたアーティストの写真を俺僕見ちゃう。あー、それと通路のところね。通路に、こう過去に横割りでライブした方々の写真であったりだとか、この何年にこの人たちがライブしましたよって名前が見れるんですよ。なんかそこにあのローリングストーンさんとかいたり、すげーみたいな有名な人がいてて、でなんか何屋男子の名前もあるんですよ。2022年の11月かな、横割りでライブしましたっていうのもちゃんと残されてて、毎年嬉しくなるんですね。嬉しいわ。なんか嬉しくなるのがちょっとこう毎年の楽しみかなっていうのも分かるわ、うん、壁にこう刻まれてるっていうのがより一層嬉しいよね。いや、そうなんですよ、ね、残っていくからね、うん、これからもね、続けていけるように頑張っていきたいですよね、うん、じゃあラスト3つ。いや、俺だけかもしれない、うん、横割りやねんけど、うん、席の名前を間違えると。おー、あー、なるほど。ちょっとまた違うよね。特殊やからさ、あのアリーナに見えるところがセンター席で、スタンドっぽいところがアリーナ、アリーナで、もう一個上の2階席がスタンド。そう、難しい。俺それ初日に間違えてさ、アリーナとスタンドしかなくて、センターの人が、え、私たちはみたいな感じで。でもね、あれは難しい。難しい。そう、ちょっと待ってね、ちょっと申し訳なかったけど、あんまりこうアリーナとかこのホールクラスでやるとあんまないもんね、センター確かに。ないとか。そうそうそう。他にはあんまり盛り上がらなかった。厳しい、厳しいだね。他には、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 もう言うことで言っちゃっていいよ。そうやな、他にはね、他には大阪城ホールになると毎回美味しいコロッケが置かれてる。それもあるある。なるほどな。イカ焼きとかもね、関西っぽいも置いてくれるね。そうそうそう。あとね、あと大阪城ホール、俺に言わしてみる。あります。楽屋入ると大体寒い。エアコンがね、効いてるから空調効かせてくれる。次行きましょう。次行こう。確かにな、確かに寒い。次行こう。じゃあ続いてこちら、目的ツボポイントです。本番中のあの一言に笑った、あのシーン良かった、本番前のあの行動気になったなど。でこの、今我々がやった大阪城ホールと横浜アリーナの15公演の間で起きたツボポイントということですね。はい、じゃあこれはもう挙手でいいですよ。挙
よし、せーの。あ、じゃあ僕も最初の方に行きます。あ、どうぞどうぞ。じゃあ今日は目的いつもポイント、目的いつもポイントは、うん、今の俺があるのはずっと支えてくれた納豆です。つまない、つまないことどういうことですか。いや違う、もうこのライブが始まってずっと僕はこれしか食べてないんです。なるほどな。だってもう入った瞬間納豆混ぜてるもんな。そう、納豆がつまないな。そう、いろんなケータリング用意してくれてるんですけど、もう僕はもう最初からもう効率的なんです。なるほどな。でもさ、このクレームですよ。これ納豆をさ、ケータリングルームで食べてくれる分にはいいのよ。そのテーブルとか置いてるわけやん、はい、この人楽屋で食べるやん。わかる。そうで、しかもな、ゴミ箱に、楽屋のゴミ箱にしてるからさ。いや、あれは反省したの。一回行き、あれは。でも食べるのは、うん、全然いい。今日さ、始まる前に食べて、そう、終わってからも食べてたし、うん、そう、あなんか1日3食か食べてるらしいね。納豆とガリ、どっちかしか食べたらあかんと思った。ガリ。おぉ、それはそれはガリだ。それはガリだ。じゃあもうこれから納豆はおかん置いてもらわずにガリ置いてもらおう。あ、でも分かんない、ガリに納豆を回すのも美味しいかもしれない。言うって。じゃあ、だから大ちゃんが我慢すればいいってことだから。え、俺がだから、もうだからもう全然納豆楽屋食べていいし、その代わり地方に十文字さん呼んだら。ねえ、ねえ、なんと納豆十文字さん、納豆食べれるよ、あちゃんやけ、納豆食べれるよ、なんかサルにもなれてます。最悪や、最悪や。お猿さんになってキッキーながら楽しんじゃうよ。おはよう、ほらキッキー、ほら、なシャワールームをパッて開けたら
ジョーくんこれ。ジョーくん見たんですよ。ジョーくんのお風呂やっぱり。ジョーくん見て、うん、バーンって見たら全裸で優雅に散ってやばいって。めっちゃ危ないよ。バーンって開けて俺焦ってんねん、うん、でもジョーくんはまだお風呂入る前、うん、お風呂入る前にこうやって全裸で死ぬやつ。あ、お疲れ。全裸神社やめて。全裸神社やめて。全裸神社入るの。いやでもマジでお前もんだよとか言うやんか。ガチで俺この体勢で神社。全裸神社。お前全裸神社しないやん。全裸神社しない。だから風呂場で飲むジュースってめっちゃうまい。わかるわかる。しかも入る前だよ。入る前に入って吐いたしちゃうのよ。入る前にこのジンジャーエール飲むっていうのがめっちゃテンション上がる。その時大橋くんなんかおったんだっけ。いたな、確かに。小橋くんなんかいてて、で、俺ら二人ともやばいやばいって焦って出たら、その後小橋くん出てきて、何小橋くんの方が遅いんすか。ゆっくり入ってた。お前俺が入ってたらさ、もうみんな洗い終わってんのになるじゃん。小橋くんだって30分ぐらい遅れるぞ。遅れるな。普通にシャワーだけでも。何やってんの。僕ら俺は普通に頭洗って、トリートメントして顔洗って、体だけ。でもみんな、逆にみんなどこ洗ってんのって思っちゃう。全部洗ってんの。マジらしいわ。いいこと俺たちに解ける謎はないんです。あ、そうやってた。いや、アホやんっていうあの流れがすげえ面白かったなって。大橋さんの天然さとなんか周りのフォローがめっちゃ面白かったなっていう。みんなフォローしてくれるから。いや、大橋さんって言いそうやし。なるみたいよね。だってさ、去年の金田一にさ、ちっちゃんの何かけてもさ、みっちゃんに何かけて何かけてよ。何かけて。なんで大喜利始めんねん。みっちゃんに何かけてって。じゃあ僕もほんなら公演中の話なんですけども、僕ジョー君が悪いんだけど、ジョー君悪いんだけど、まあ MC 中でございますよ。ジョー君の誰か見ようだそれ。いや、まあもうジョー君がまあみんなスキップしていこうってビーステマで言って、で、あのまあ流星が一番最後尾になって、これ久しぶり見たなと思って、流星まだやっぱスキップできない。スキップあれツボやったな。いや、ツボやった。だから入った当時ぐらいからなんかちょっとスキップしててできひんっていうあれやったけど、だからジョー君が今回のコンサートでやり始めて、そのスキップっていうスキップしていこうや久しぶり見たなと思って。え、ほんまにできんの。ちょ、一回やってみよう。一回やってみよう。だからミッチ、俺も今日の公演でもやってんねんで、ミッチが普通のスキップ、ミッチスキップやってなあ。で、そっから流星バッタ、こっちから。いいですか。すみません、今日も2回もね。すみません、2回もね。公演小屋のに申し訳ございません、ほんとに。いきまーす。おめさん。大変おめさん。うわぁぁ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 そうだね。やろう。なんかスキップで外周回ってくださいみたいなのもあるかもしれない。いや、しろ。どんな公演？そう、メイクアップデートさ、全部スキップでしょ。流星来い。主演主演。主演ドラマ。主題歌よ。いやいや。スキップ面白いですね。はい。じゃあ、はい。MC 中の話なんですけど、ミッチがその日、ちょっと三つ編みかな。ああ、しましたね。おしゃれやな、みたいな。で、俺がなんか、おい、三車線やみたいな。その後のツッコミ、いや、透明コース。おい、面白かったな、これ。面白かったな。三車線って言ってから、いや、透明コースって言って。来たと思ったよ。そう。やっぱミッチさすがやなと思ってた。なんか、ツッコミってやっぱ大悟のイメージあるけど、ちょっとね、もう、大悟とほぼ並ぶんちゃう。いや、おー、まだ透明コースで。そのね、瞬発力が多分上行きます。あ、行ってますか。上行きます。透明コースも出てこなかった。で、反射線透明コースも出てこなかった。ちなみにさっき納豆をくだりしてる時に、ずっと俺の耳元で、納豆、泣く納豆。その、テーブルとかも置いてるわけや。はい。この人、楽屋とかでいるやん。わかる、そう。
楽屋のゴミ箱にしてるからさ。いや、あれは反省した。一回きり、あれは。でも食べるのはこれはそれは実際してるかもしれない。いやだからちょっと MC も結構ね、いやそうね、楽しみですよ。だから MC もね、なんかそういうなんていうか自分的ツボポイントもそうやし、なんかファンの皆さんね、こうツボにも入ってもらえるようにね、頑張っていきたいと思いますけども、うん、はい、いろいろと振り返ってきましたが、何の皆さんいかがだったでしょうか。引き続きツアー続きますので、まあ気合い入れ直してね、体調に気をつけて頑張っていきましょう。はい、そうです。ということで以上、なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、透明高速もよろしく、よろしく、三車線イエイ。あと T シャツもね、流星がね、デザインしてくれて、はい、後ろも俺だから後ろ可愛いよね。肖像ポンプのプの口ですね。プの口ね、可愛らしいな。ライブ中も来てくださってる方いらっしゃいますし、嬉しい。それ言ってくれてる方いる。いや俺やね、俺や、そんな知ってんの。Yeah.